雨の匂いに懐かしくなるのはなんでなんでしょうか。夏がつかちこつめくのはなんでなんでしょうか。人に笑われたら涙が出るのはなんでなんでしょうか。それでもいつか報われるからと思えばいいんでしょうか。さよならって言葉でこんなに胸を裂いて、今もたった数瞬の夕焼けに足が止まっていた。先生人生相談です、この先どうなら楽ですか。そんなの誰も分かりはしないよなんて言われますか。ほら苦しさなんて押し訳ない、何もしないで生きていたい。青空だけが見たいのはわがままですか。全然口回らんかったで。はい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 、コキンちゃんいらっしゃい、ありがとう。胸が痛んでも嘘がつけるのはなんでなんでしょうか。悪い人ばかりが得をしてるのはなんでなんでしょうか。幸せの文字がお金を含むのはなんでなんでしょうか。一つ線を抜けば辛さになるのはわざとなんでしょうか。青春って値札が背中に貼られていて、ヒッチコックみたいなサスペンスをどこか期待していた。先生どうでもいいんですよ、生きてるだけで痛いんですよ。ニッチェもフロイトもこの罠の埋め方は書かないんだ。ただ夏の匂いに目をつむって、雲の高さを指で書こう。思い出だけが見たいのはわがままですか。曲が歌詞胸にくんだよな。ドラマチックに人が死ぬストーリーって売れるじゃないですか。花の散り際にすら根がつくのも嫌になりました。先生の夢は何だったんですか。大人になると忘れちゃうもんなんですか。先生人生相談です、どうなら楽ですか。涙が人を強くするなんて全部奇弁でした。ああこの先どうでもいいわけなくて、現実だけがちらついて、夏が遠くて、これでも本当にいいんですか。このまま生きてもいいんですか。そんなの君にしかわからないよなんて言われますか。ただ夏の匂いに目をつむりたい、いつまでも風に吹かれたい。青空だけが見たいのはわがままですか。あなただけを知りたいのはわがままですか。はい、ヒッチコックでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。よいしょっと。